あ、間違ってた。はい、しんしんです。今回はですね、こちら、車丸ごと鉄粉クリーナーっていうものを、昔あのドラムセットの、メンテナンスで使ってたんですよ。サビ落とし。これ本来はそのアルミホイールに使う、その鉄粉落としなので、自己責任で、ちょっとやってもらいたいんですけれども、サビ落としには、その重曹だったり、スーだったり、そのサビ落とし専用のね、そのクリーナーを使うのがいいとは思うんですけども、手間と、その金額というか、コストが高いので、僕はこれを使ってるんですが、これをね、ちょっとキャンプのギアに、ちょっとやってみようということで、試してみました。こんな感じでサビがね、ちょいとついておりまして、一旦ね、マジックリンではその油とかそういったものは落としております。このようなバネとかね。やっぱ気になるのがこっちなんですけどね。これもう多分ね、こびりついたサビとか、油かなとかも思ったんですけども、マジックリンで落とせてるので、大丈夫かなと思うんですけど、この辺はちょっとね、ガス機器の、精密機器なので、その辺はもう濡らさないですけども、この辺もちょっとやってみようかなっていうような感じで、見ております。で、iPhone が鳴ったところで、よく振って、吹きかける。で、2、3分待つだけっていうものです。で、スプリングとかも入れております。ほんとね、そのドラムセットのそのテンションボルトとか、錆びてる部分とかに一旦塗って、紫色になったら、鉄ブラシでゴリゴリ擦って、その錆びを落として、で、水洗いするっていうようなことをやってたんですね。で、それで、こっちのそのキャンプギアとかステンレスとか、ステンレスには使わないでくださいみたいなことも書いてたとは思うんですけどもね。基本アルミですね。アルミの錆び落とし、アルミについて鉄粉落としとかなので、用途は全然違うかとは思うんですけども、こんな感じで、鉄粉に反応して紫色になってるっていうような状態になってます。あくまでも自己責任でお願いします。錆び取るんだったら錆び取りのクリーナーがいいと思いますのでね。で、こんな感じで、紫に反応しております。すごいね、匂いがね、きつい、薬品じゃないわ。そういうスプレーなので、使う人は、うわ、くせみたいな感じになら、なるとは思いますけど、ね、こんな感じで反応してます。で、一通りも洗ってきました。水洗いだけです、これは。で、見てみると、やっぱりね、すごいこびりついてるというかね、一通りは綺麗にはなったんですけどね、やっぱり奥底におる、サビっていうのはもう取れないですね。これが昼間の状態。夜とね、昼でね、ちょっと比較してるので、ちょっと非常に見づらいかとは思うんですけども、反応した部分は取れてるのかなっていうような感じになってます。で、この裏とかもね、結構、真紫色みたいな、黒ずんだ紫に反応してたので、取れてるかなと。で、こっちもね、で、これですよ、この、カチカチっていうやつ、なんていう名前でしたっけね、なんかインターバルみたいな名前でしたけど、このネジがね、もうめちゃめちゃ硬くてね、ずっと回らなかったんですよね。で、スプリングはね、綺麗になってますよね。で、これも、なんていうかな、ピカピカになってるかと。これは一番わかりやすかったかな。はい。で、ここ一旦ね、クレ556でね、CRC でね、風機つけて、ここがね、ずっとね、多分サビで固まってて、取れなくて、もう回そうもんなら下のステンレス曲げてしまうぐらいの勢いだったので、もうずっと固定で使ってたんですけども、今回のそのサビ取りを機に、回してみると、これがね、動いたんですよ。だいぶ喜びの声がね、心の心底出てたんですけど、やっぱね、すんごいサビがね、それ動かんわっていうような。だから浸透して、反応して柔らかくなって、で、556で浸透させて、さらに取れやすくなったのかなと。で、掃除して、これでね、角度調整というかね、ガスバーナーのその、ガスが出るところ、の距離がね、ちょっと調整できるようにはなりましたけども、
よっしゃーみたいな感じで、こんな感じで綺麗になりましたよっていうようなところですね。もう本当にね、サビ部分はもうスチールールとかでもう擦り落とすしかないような気がしますね、ここまでになると。はい。でね、着火しようとした時にその点火しなかったので、この接点部分、接点じゃないか、部分を磨いてあげるとこんな感じでパチパチと、火花っていうのかな、飛びますので。火花じゃないか、あれは。はい、いい感じになりました。今のはダイヤモンドヤスリですね。なんかノコギリの目立て用に、使ってるやつですね。で、続きましてこちら、ごとくですね。よくバーナーのごとくとか、不安定なので、あと小さいシェラカップとかの底面に合わせて使うのに、まあこれを購入してるんですけども、なんか鋳物だと思うんですけど、まあ鉄のね。で、これがね、よくね、錆びるんで、まあこれも使ってみようということで。毎回こすり洗いして取るっていう。で、油を塗らんとダメっていうようなものなんですけども、はい、もう反応しておりますね。はい、数分経ちました。こんな感じになっております。で、ここから洗いに行ってきますっていうところです。はい、洗い終わったのがこちらですね。これはもう比較的もう、歴然として違いますよね、これは。綺麗になりました。サビもよく取れました。やっぱさっきのバーナーがね、古いものだったので、もう本当に取れないのかな。もう削り取るしかないだろうな。これは比較的、まあ最近、買ってるっちゃ買ってるものなので、まあサビが出ても、まあ落としやすいのかなっていうようなところになってます。安定感もバッチシです。っていうような感じになってます。はい。ほんでですね、まあ別なんですが、ピカールでね、その後ちょっと磨きまして、まあピカピカさせようと思いまして、こんな感じになってます。まあ、メンテナンスしてるとね、まあ楽しいのでね、はい。こんな感じで。最後までご視聴ありがとうございました。まあ何か参考になればと思います。また動画アップします。ありがとうございました。